まあ、カータン結婚して1周年じゃない、うん、ああもうね。だってさ、ちょうど去年のフラウの対談の翌日に結婚届、うん、婚姻届を出したのよ。そう、最後に独身最後にご飯食べに行った。そうそう、で、あれから1年だけど、あ、まあ、どうですか、何か変わりましたか。いや、してよかったよね。よかった、もう本当によかったよ。ずいぶんさ、なんか しないかもするかもみたいな話をしてたと思うけど、うん、してよかった、本当に。なんかこう、また当人同士でしかわからないこともあるんだけど、うんうん、私がもう外からね見てると、うん、まずあんな素敵な人は本当にいないなって思う。よかったよかった、喜ぶよ。本当人としても素敵だし、うんうんうん、私もねちょこちょこあのやり取りしたりとか、うんうんうん、そうそう、ねえねえ誰かミースでキャスティングするなら誰がいいって相談したり。そうなんだよね、そういう新人発掘好きなんだよねできるし、あともうカーターに対する深い愛をね、うん、本当に感じるね。よかった、うん、確かにね、本当さ、この2年ぐらいハイになっていろんなことをやり、うん、まくったじゃない、うん、だからこそ、いてくれてすごい助かってる。本当に一人だったらちょっと無理だったなっていうものがたくさんあったけど、二人になったからまた余計にこうチャレンジできることも増えた、うん、増えた増えた、めちゃめちゃ増えてると思うし、なんならほとんどやってもらってるなみたいなジャンルもあるし、うん、相当いいよね。でも1年ぐらい経って、うん、まあ、1年で変わるかなっていう部分も若干あるっちゃあるけど、うん、最初だったらさ、あのとかしてもさ、うん、かわいいとか言ってたのにさ全然最近だとってやる。いいじゃんもうその関係性最高だわ最高だろ、最高だわ、最高なの。なんか私はちょっとすごいショックを受けているんだけど、1年経って無理になったってかわいいって言われたの。言われた乙女やな。まあ結婚っていうさ、まあ、その形にとらわれないカータンだったら、うん、だから そのとらわれないカータンが、うん、やっぱりこういうふうに結婚をしてそこに、うん、あのちゃんと幸せと満足感があるのは、いろんな人にとってもびっくりというか、そうよね、自分でもびっくり。あんだけなんかさ、うん、結婚という形、うん、なんてみたいに言ってたから、そうそうそう、して結局良かったんだっていうのはちょっと自分でもびっくりしてる。私は逆に20代の時はすっごく結婚したかったのね。で、自分が、まあ、ミート立ち上げて毎日日々仕事に追われ、うん、でも今充実してるから、うんうんうん、もう今の充実で満足なのかなって思ってしまう時もあるの、うん、でもカータンとか見てると、うん、また今の満足と違う部分での、うん、なんていうのかな、確かにそこって、そこを体験したことある人でしかわからないんだろうなと思うから、また結婚に対する憧れとか出てくる。あ、うん、確かに何が違うんだろうね、うん、あの結婚しようがしまいが変わりませんよとかって宣言して結婚したから良かったっていうのもあるかもしれないけど、うんうん、でもあの婚姻届出したら出したで得られる安心感みたいなものも実際あったのかなっていうのは若干あった、はいはい、でも自分がこう辛い時とか大変な時にこう相談できるのもいいよね、うん、いいね、いいね、助けてもらってる。本当はまたみんなでカラオケ行こうね。カラオケも行きたいし、あの、みんなで船乗って。船、そうだ初めて会ったの船だからね。そうだっけ、うわー懐かしい。バナナもいて ね懐かしいね。バナナもいてね。いや、ちょっとみんなで楽しいことしたいね。ね、したい、本当に。だから今カータン何歳？今38になったばっかり。まだかって感じ、うん、結構ってことは出会った時30とか29とか、そう、多分そうよ、ちょうど狭間。でもさ、もう出会った時からさ、うんうんうん、なんて言うんだろう、なんかもう人生においてなんか達観する部分があったからあんま20代だったんだって思わないけどそうか確かになんか揉まれてはいたもんね、うんうんうん、芸能界にね。でも今思うと、うん、外には出さないけど、うん、あの時辛い時もあったのかなっていうか、今の方がこう、なんて言うんだろう、あの、デーンとしてるかも、うんうんうん、それは感じるね、うんうん、そりゃそうだろうね。なんかさすがにあの、なんていうの、バービー100だったかな。確かに確かに確かにあの時バービー100だからちょっとやっぱ肩は上がってるとこあったかもね、うん、これからどういう人生を歩みたいとかあるプランとか、インドネシアのナンバーワン歌手になるとか。インドネシアね、うん、インドネシアの紅白は出たい。インドネシアの紅白あるの？あるのかどうか分かんないけど、うん、インドネシアの紅白出てみたいっていうのと、うん、
やっぱりいろんな拠点を持って生活したいなっていうのはあるかな。土地、土地ね、土地、うん、土地行っちゃう、土地、あのインドネシアと北海道と3拠点ぐらいはしたい。東京と北海道とインドネシアってなんか、うん、まあまた面白いね。でいいよね。えインドネシアは、うんうん、なんでインドネシアなの、なんでインドネシアでデビューもしたのかも気になるし。ソンミ先生、それはもうインドネシアはもうでもすごいミースにとっても最大マーケットじゃないですか、はい、そうですね、いつかは進出したいと思ってます、はい、先にちょっと道を築いていただいて、ね、ちょっと若干そのリサーチも含め、はい、まあ、それもさておきだけど、はい、インドネシアの人ってあのなんていうの、いろんな民族がいながらも結構みんな単一民族っていうか、はい、ヒジャブを着てイスラム教の人ばっかり、はい、でなんか乗る時の、うん、あのテンションの上がり方がかっこいい。それね、それをインドネシアのテレビで見て、うん、うわこの真ん中に私歌ってたらかっこよくないみたいな気持ちになって、インドネシアで歌手みたいなのがちょっと合致した部分は。 4,5 年前にさ、インドネシアの人の乗り方がかっこいいって思って、そこから5年後にあのレベルの PV を、ね、自腹で出してデビューってすごくない？ね、やったね、かかったね。なんか今の話聞くと、うん、やりたいことを何でも時間かけてでもやりそうな気がするけどね。あ、確かに、うん、あのそんなに計画性もないかな、うん、別に一回失敗したと思ってもまた放置してたら種が勝手に生えてたみたいな時もたまにあるから、まあ、それはちょっと若干狙ってる。なるほど、うん、寝かす寝かす。ダメな時は寝かす。いや、本当なんかカータンと話すと私もモチベーション上がるわ、うん、すごいね、なんか、うん、こんな、じゃあパワー送っとく、クンダリーニー。懐かしい。私は私で化粧品を作りながら今次のフェーズで、うん、あの本当あの地方創生もそうだし、うん、まあ、SDGs も、まあ、いろんなことを化粧品で人を幸せにしながら本当にこう世界のことも考えてやりたいなと思ってるから、うんうんうん、まあ、アンドミールっていうあの食のブランドも始めて、フードロスにねちょっとこう向き合って、トマトとかもあの使ってこれからやるんだけど、うんうんうん、なんかカータンともいろんな地域をね活性化することしたいよね。ね、したい、うん、本当になんかあの宝の山だもんね、うん、本当私の地元だけじゃなくていろんな地方宝の山だと思うから、うん、何でもできそうしたい、しようってなって、うん、まあダメだとね見切りつけるのも早いんだけど、まあ、うん、そんな感じで、うん、あの何でもねこれからもチャレンジしながら、うん、そうね、ちょっと私も、うん、いや肩を見習ってもっともっと、まだまだあるの、アンドミール以外にもなんかこう、まあ、でも肌に関することしかしないって決めてて、うん、あでも肌って内側からあのちゃんと食べることでも肌は作られるから、うんうん、化粧品だけじゃなく、まあ、ミースト&ミール、うんうんうん、でまあクレイビューっていうまたちょっと違うラインなんだけど、うん、もう化粧品っていうのはもうスキンケアしかしないけど、スキンケアの可能性、うん、じゃあ肌が良くなった先にポジティブにあ性格が変わるとか、うんうんうん、じゃあ好きな人に自分が会いに行くぐらいこう自信が湧くとか、まあ、そういうものを作りたいから、うんうんうん、でその肌が綺麗になるアイテムを作って、それがなんかこう環境にも優しいと思って、うん、あ最高だね、みんながハッピーだから、うん、そういうことを探していきたいなと思ってます。あ楽しみだね、なんかもういろいろそれができるだけの資金力があるから。すぐそこのこと言うんだから、ね、まあね、これから頑張っていきたいなと思ってるんだけども、うんうん、じゃあ、ね、はーカータン、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、楽しかった楽しかった